皆様、おはようございます。現在の時刻は6時半です。これから寝起きドッキリをしていきたいと思います。というのは冗談で、皆様改めましてハイタイ。本日はですね、2020年12月31日大晦日です。は大島で初日の出ならぬ最後の日の出を見ていきたいと思います。現在の気温12度、かなり寒いんですが、終わりよければ全てよしということで、2020年のかなさ感謝を皆様にお届けしていけたらなと思い、こちらからスタートしています。まだまだ真っ暗で、下に分厚い雲がありますが、果たして見れるのでしょうか。最後ので満月です。まだ月も見えるぐらい日の出を見ていきたいと思います。それでは行ってきます。山里ひかるのかな散歩、沖縄の言葉で愛を意味するかなさを散歩しながら見つけていくコーナーです。沖縄中のいろんな場所を散歩しながらかなさを見つけ紹介していきます。それでは行ってきます。レッツかな散歩。明るくなってきました。波がすごく穏やかですね。朝の大島、初めて来たのですごく新鮮です。癒されます。あ、皆さんこれご存知ですか。モンパの木です。海岸とか海辺によく咲いてますね。これ天ぷらにするとすごく美味しいですよ。皆さん2020年はどんな年でしたか。私の大トピックはやはり第39代のミス沖縄コバルトブルーに選出していただいたことですかね。はい、でその活動の中でもう今まで知ってた当たり前の沖縄にこそ魅力があるっていうことを改めて感じる1年でした。そしてそれに関わってる方々の思いとか、またそのもの一つにしてもその背景にある悲しさをすごく感じる一年で、見えない部分を伝えていきたいっていうのが私の中でどんどん大きくなったんですね。なのでこの悲しさ散歩をスタートするきっかけの一つでもありました。さまざまな変化や新しい生活様式で生活が変わった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、またその分ポジティブな部分で視点を変えると、今までできなかったことをできたり、新たな挑戦をしてみたり、いろんな経験ができた1年だったのではないでしょうか。こうした状況でも私たちをずっと応援してくださっている方々にも改めて感謝申し上げます。いつもありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。そしてだんだん明るくなってきました。波の音、皆さんにも聞こえてるかな。癒されます。そして雨が降ってきました。はい、皆様の出予定の7時16分を迎えましたが、あいにくの雨でございます。風も吹いてきました。雨にも負けず風にも負けず、2021年も私らしく輝いていきたいと思います。 YouTube も引き続き毎日配信していきますので、ぜひご覧ください。現在7時半です。16分の日の出予定の時間には雲が厚くて見れなかったんですが、帰ろうとしたその時今日が差しておりますよ。太陽はしっかりと上にいます。嬉しい、最後の日の出を見ることができました。はい、ということで本日のかな散歩は大島よりお届けしてまいりました。2020年12月31日大晦日の最後の日の出、最後の出を見に来ました。いかがでしたでしょうか。
はい、見れないかと思ったんですが、最後の最後に雲の隙間から太陽が顔を出してくれています。幸せです。そして2021年もよろしくお願いいたします。また散歩してほしいコースがあればぜひぜひコメント欄で教えてください。またやったーい。え、虹、あーすごーい。そのための雨だったんですね。虹が見えました。ラッキーすぎますね。嬉しい。